Social Democratic Party 社民党熊本県連合全国連合熊本県連合ジャーナル社民党熊本県連合が主催連携おすすめしている活動を報告します。基調講演に視察オレンジ鉄道の取り組みと課題について講師古森光義視察オレンジ鉄道代表取締役社長05アニバーサリー事業開業100周年を生かす。そしてここからが弊社の場合特徴的なところなんですが、継続的な話題作り情報発信ということでアニバーサリー事業、いわゆる記念日事業ですね。で、昨年は鉄道開業150周年ということで非常に話題になりました。マスコミでも大きく取り上げられました。実はですね、視察オレンジ鉄道線は前身である鹿児島本線から数えますと令和4年度から開業100周年というのがスタートしています。ここの鋭角に記載しておりますように、この視察オレンジ鉄道線はですね、普通皆さん福岡博多から来て熊本に来て安田に来て徐々に南下して整備されただろうと思われるでしょうが、実は違うんです。南北の起点八代駅から南下するのと一番南の起点仙台駅から北上するのと両方から整備してガッチャンとしてつながったっていう線なんです。非常に面白いんです。で、当時熊本県側の整備していた線はこの線が視察線でした。で、鹿児島県側は仙台線、後に仙台本線と呼ばれました。つながるのに5年以上の歳月がかかりました。そしてこの2つがつながったとき前身であります鹿児島本線という名称になります。そして今の視察線が鹿児島本線から視察線になるという歴史があります。そこでですね、鉄道150周年で盛り上がるなら弊社は開業100周年で盛り上がろうということで、令和4年度から開業100周年記念特別企画というのを始めております。で、令和4年度は3回ありました。7月1日に仙台駅から西方駅、10月15日に西方駅から阿久根駅、そして今年のつい先日で3月25日に阿久根駅から野田郷駅まで。ここで気づかれた方は気づかれたと思いますが、すべて鹿児島県側なんです。令和4年度に100周年を迎えたのは全部鹿児島県側なんです。九州新幹線の鹿児島中央駅から新八代駅までが先に部分開業したのと同じです。南から攻めてきた鹿児島本線の方も仙台駅から北上する方が先だったという形になります。なんか私はこれを整理している歴史は繰り返すのかなというふうに思いながら整理して100周年事業に取り組みました。まあ、ここから先は鹿児島県側ですが、どんなことをしたかちょっとご紹介したいと思います。まず最初にやってきたのが、第1弾仙台駅から西方駅、7月1日です。で、この3つのことを主にやりました。1つ目はですね、ここに写真載せておりますが、車内特別写真展、視察オレンジ鉄道線の昔と今です。まあ、これはですね、通常運行している車両です。その1両の上の方の車内の広告スペースですね、よく貼ってあります。ここにですね、こういうふうに現在と30年前と50年前この写真を並べて展示しました。まあ、全部で24枚掲示をしました。まあ、3枚並べますと時代とともに移り変わっていく沿線の景色が、まあ、比べることができますし、昔を知っている人は懐かしいなと言いながらご覧になってました。ただですね、この写真を集める苦労したんです。残ってないんですよ、地元にも。もう多くの方々のご協力いただきまして、県内外の方、遠くは東京の方までご協力いただいて、この写真というのを整理いたしました。そして2つ目はですね、西方駅、仙台駅間100周年記念貢献セットの発売です。こんな形でですね、西方の仙台駅区間の往復乗車券
園で昔懐かしい光景、さっき言いましたけれども硬い切符です。昔カチャカチャとハサミを入れようか、これをですね、販売しまして台紙をつけまして、台紙はですね見えないとは思いますが、昔懐かしいこの沿線の写真、蒸気機関車とかそういうものをセット販売で売りました。でもう一つですね、3つ目ですが、肥薩オレンジ鉄道線区間100周年記念貢献入場券発売というのをしました。なんで入場券を売るかなと思われるでしょうが、さっきほども申し上げましたように令和4年度の100周年全部鹿児島県側なんです。そうすると熊本県側が盛り上がりません。ということで熊本県側を含めた沿線の全ての有人駅の入場券、これを貢献、やはり貢献で発売するということを行います。これが第1弾になります。第2弾はまた明るい写真になってきました。第2弾は、西方駅と阿久根駅間で昨年の10月15日です。この時はですね、昨年度の100周年の山と考えましていろいろイベントをしました。一つはですね、10月15日限定で阿久根駅と仙台駅間に、左側の写真ですね、100周年感謝トレインっていうのを運行しました。通常のオレンジ食堂にですね、よく見るとヘッドマークがですね、100周年感謝トレインというヘッドマークがついてるんです。これに数字の100っていうのがあるんですけど、そういうのをつけました。で、阿久根と、仙台駅間を2往復4便運行しまして、もうその中はですね、伊勢海老ランチとか、阿久根スイーツ便とかそういうのを2席、2便ずつ運行しました。さらにですね、最初1便の出発式の時はこれ端っこにくまモンが映ってるんですけれども、ちょっと切れてるんですが、熊本県のくまモン、鹿児島県のグリブ、そして阿久根市のアップというゆるキャラ3人が出発進行をして、発車する、運行開始をするというのをやりました。そして2つ目ですが、右側の写真です。これは阿久根駅舎の内部なんですけれども、感謝トレインの運行と合わせまして、阿久根駅舎の内外におきましてオレンジ感謝祭というのをしました。でこのように小さな駅舎なんですが、ステージイベントを行いまして、地元の高校生などの音楽ライブ、ダンス、そしてクロックママも出演しました。まだですね、高校生もコロナの影響で発表の場がほとんどなかった時期でしたから、非常に高校生が喜んで一生懸命ステージイベントをしてくださいました。またこの駅舎の外にはですね、地元の高校やマルシェ、あるいは基地カーが集まりまして、まあ、小さな駅なんですが、この日は多くのお客様に来ていただきました。そして3つ目ですが、ここでも先ほどと同じように阿久根駅、西方駅間の開通100周年の記念貢献セットというのを発売いたしました。そして第3弾になります。つい先日ですが、阿久根駅と野田郷駅間、3月25日ですが、ここでも100周年を迎えました。でここも第1弾、第2弾と同様に100周年の記念の貢献セット、あるいは貢献入場券というのを発売しています。でこの野田郷駅というのはですね、通常はですね、平日の朝夕しか駅業務を行っておりません。というのは駅の裏に野田城市高校という県立高校がありまして、この通学生に対応するものですから、土日というのは無人の形になりますが、ちょうど3月25日は土曜日でしたので、臨時で駅業務を行いまして、駅舎内にやはり鉄道写真の展示とか記念貢献セット、鉄道部品の販売、こういうのを行いましたし、ありがたいことにですね、この日はですね、地元の NPO を中心に記念イベントも自主的に行ってくださいましたので、非常に盛り上がりました。これが3月の25日の野田郷駅ですが、このことをちょっと覚えておいてください。後でもう一回出てきます。で今後の開業100周年を 念のためですが、お知らせしますと、今年度、令和5年度はやっと熊本県側が、始まります。7月15日、八代からやっと日名子温泉駅までが100周年という形になります。一方、10月15日は野田郷駅から米のつく駅間ということで、この米の地域が鹿児島県側は最後の駅になりますので、今年度で鹿児島側は100周年が完了いたしますという形で早いです。で次はですね、6年度がなくて7年度に飛びます。
令和7年度の4月15日に日名湖温泉駅から佐敷駅までつながり、そして令和8年度に7月21日に米ノ津駅から水俣駅がつながります。ここはちょっと面白いんです。水俣駅っていうのは実は八代川から南下してくる流れで整備されてるんではなく、仙台から北上してくる流れで水俣駅までは整備されているということですが、おそらくその頃もいろんな経済的な流れは水俣は泉川とつながりが多かったんだろうなと勝手に私は推測をしています。そして続いて9月12日に佐敷駅、湯の浦駅から、そして最後は令和9年度です。10月17日に湯の浦と水俣駅からつながってオレンジ鉄道線はやっと全線100周年ということを迎えることができます。今年度も開業100周年記念特別企画、八代駅、日名湖温泉駅間を予定しています。ただですね、7月15日この日はですね、南阿蘇鉄道の全面運行再開の日と重なります。さすがに同じ日にしちゃいかんなということで弊社の方が引きまして、7月22日に100周年を、行う予定にしております。またこれはプレスリリースをしたいなと考えております。頑固に平和、暮らしが一番、戦争はさせない、それが社民党です。Social Democratic Party社民党。